5月23日岡山県で日本創生のための将来世代応援知事同盟サミットが行われました。これではいけない、もう一刻の猶予もない、我々は立ち上がることにいたしました。共にやれば必ずこの国は次の時代に残ることができる。それをやるのは中央政府ではない、地方が立ち上がり、国はそれを全力で支援する。その今日は大きな幕開けだと思います。志を同じくする12県知事が地方暮らしを呼びかけました。暮らしの豊かさは日本一であろうということでございます。ということで宮崎県に住んでみたんで、気候も祭りも人情も高知はこちゃんと熱いで、みんな高知へ来て熱い志を実現してみかえ、いけてる魅力満載負け負けいっぱい徳島で住んでみて、徳島へみんなカモン。もっと自由に人生の可能性を広々とするために、都市と自然に恵まれた広島県に来て、きっと新しい人生が見つかるけ、ようこそようこそ鳥取に来てほしない、砂丘からサンキュー。ほどほどに田舎、ほどほどに都会、ほんまええとこへ境に、ぜひ一緒に滋賀に住んでみるか。海がある、山がある、人がある、ええとこやるか、いえ、おいなりさ、いえ。これからの宮城県総合一緒に作るためにも、皆様、宮城県に来ていられる。花の国岡山は美味しいもんも行さんあるし、生き生きと過ごせる、もんけえええところじゃ。まあ、いっぺんおいでせ。山口は、ええもんがたくさん。うちええとこやけ。住んでみいね。待っちょるよ。信州で暮らそう。来る人、住む人、幸せ信州。信州はいいとこなんだに。みんなの移住を待っとるでな。今、福島では新しいことが始まってます。福島さすんで一緒に混ざん願い。福島からチャレンジ始めっぺ。このサミットから本格的に始動し、